アメリカや日本の民主主義にいろいろな問題が生じている理由になっているのではないかと考えます。One nation simply cannot rule over another nation and have it be democratic. ある国が別の国を支配して、それでなおかつ民主主義国であるということはできません。Many people say that Okinawa is too small for it to be independent.However, there are many examples of other small countries in the world that thrive. Go. 沖縄は独立するには小さすぎるという人が大勢いますけれども、でももっと小さな国でちゃんとやってきている独立国というのがたくさんあります。Small countries actually help to promote democracy better within that country.小さな国の方がその国内で民主主義を推進するというのに向いていると思います。So, we don't have time to get into that today. I have to, wrap up. But, we have a lot of other, events and things coming up, both for my stay, well, tomorrow in Tokyo and then, my stay over the next 3 weeks in Okinawa. I also have a CD.It's a benefit EP or short album called Peace for Okinawa. そろそろまとめなくてはいけないんですけれども、その私が3週間日本にいる間にいろいろなイベントなどが計画されています。それから Peace for Okinawa、沖縄に平和をというふうなそのこの、活動のために。売り上げを使うための、EP レコードというんですか、そういうものも作りました。So just like my book, all the proceeds from the music goes to help Okinawa. この EP も本同様に利益はみんなその沖縄の支援に使われます。And I also have, there's an upcoming film titled More Than Just a Brick in the Wall.It is a family-friendly musical docu-parody about a young Okinawan American musician. Can you go to the second to last slide, please? Second to last slide. ドキュメンタリーが作られているんですけれども、そのタイトルが More Than Just... Second to last. Second to last. Second to last.Yeah. Oh, sorry. I guess it's not there. But yeah. So there's an upcoming film about an Okinawan American musician. More than just a brick in the wall. 壁のレンガ。ただの壁のレンガ以上のものというふうなタイトルのついたドキュメンタリーが作られています。This is a light-hearted film. It's a family-friendly comedy. で、軽い軽いその家庭の話をしたいお家ですね。そういう家庭の話をしたようなタイプのその軽い、映画です。And it will also include discussion about Okinawan issues and filming is being planned for both Los Angeles and Okinawa. ロサンゼルスと沖縄で計画されていて、その沖縄の問題というものも議論、そこの中で語られることになっています。So that concludes my presentation. Thank you so much. Ipe, Ipe, Davido. 以上です。どうもありがとうございました。トブ・カジュアラさん、ありがとうございます。このご講演を皆さんと行くことができて本当に良かったです。昨日大阪の関西空港でもし入国できなかったらこの時間を持てていませんでした。ですので、この皆さんのご縁、
お電話してくださった照屋監督、議員、そして多くの沖縄のメディアの皆さん、そして日本のメディアの皆さんもこの問題を書いていただいて、この場を設けられたことを嬉しく思います。また今聴いていただいている曲なんですけれども、ロブ・カジワラが沖縄の平和のために作った CD に収録されている Peace for 沖縄という曲です。この曲を実は明日聴いていただけるコンサートを企画をしております。まだお席の方がございますので、チャージ2000円プラスワンドリンクということで、もしご参加ご希望の方は明日1時半から東京クラブ水道橋店で行います。日本の芸能界からも賛同の声が上がりまして、内団中であるミュージシャン、ゲームのテーマソングなどをやったり、ドームや武道館など大きなホールで公演、コンサートをしている44マグナムというバンドがあるんですが、そちらのスティービーさんも賛同してロブのコンサートを参加してくれます。またミュージシャンの奈良和夫さん、ドラムを叩いておられる竹弘さん、そしてこれからご講演いただくキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんと、私増山玲奈もアーティストとしてそこでライブペイントもしやります。またブライアン・メイさんにもご連絡いたしまして、みんなで We Will Rock You を会場と一緒に歌おうというのがありますので、ぜひロブさんと一緒に歌いたいと思われる皆さんご参加ください。ここで、はいはい、最後にもう一度ロブさんに拍手をお願いいたします。ロブさん、日本のために沖縄のためにありがとうございます。ありがとうございます。あとここでもう一つ皆様に、お願いがございます。私ども1月14日に、FM の協力、FM で中継をしたことから関係が始まりまして、今回の開催を行うことができました。ただ皆さん昨日のトラブルもあり、大阪でもですね、私たちのチームが夜通し動いてくれたり、いろんな方が動いてくださってます。またちょっとトラブルもあったので、予想以上にホテルにスタッフがとかいうこともあったりして、実は、赤字でございます。でまた今回の、通訳の記者会見と、またこういった、小判の記者会見の、通訳費用も含めまして、残念ながらちょっと費用が足りてない状況がありまして、もしできましたら今回ロブが、こうやって体を張って日本に来てくださった歓迎の思いも含めまして、こちらからカンパの袋を渡させていただきますので、当企画につきましてサポートお願いできたらと思います。ちょっとですね、やってよかったと思います。日本、はい、ちょっとカンパ袋がすごく大変だったんだな感が丸出しなんですけれども、ですね、昨日の一時拘束みたいなもの、沖縄タイムズが今日報道してまして、ちょっと皆さんにお配りする時間がなかったんですけど、ここないかな、多分、ね、ネットで読めるのかな、多分ネットに上がってないかもしれないですね。で琉球新報さんは明日の朝刊に出るんですけど、取材はもう終わってるんですが、ちょっと状況説明しますと、なんで関空なのかっていうのはね、私たちも最初ですね、大阪で私は今入国を拒絶されているというメールが来たんですね。連絡がメッセージが来まして、でなんで大阪にいるんだと。で私は千葉からですね、羽田空港に迎えに行ったんですよ。だけど10時25分の JAL っていうのはないんですね。調べたらおかしいな、ハワイアン航空が10時15分に着くのがあるんですよ。間違えてるのかなと思ったんですけど、それで関西空港はなぜ行ったかというと、もともとホノルル、関空、羽田っていう順番で来たんですね。だからそれで入国が大阪から関空だったので、そこで、拘束されたということをちょっと説明させてもらいました。ありがとうございます。続きましては、キャサリン・ジェーン・フィッシャーさんに、本日のご講演をいただきたいと思います。キャサリン・ジェーン・フィッシャーさん、ロブ・カジワラとの対談が決まって最初にぜひ、キャサリンさんに、ジェーンさんに会ってほしいと思ってお願いをいたしました。2002年の4月6日に、アメリカの米軍兵士より性暴力被害を受けておられます。
そしてそのことを日本政府が、もみ消すような形で謝罪金という形で一度お金のやり取り、あ、説明はご自身であると思うんですけれども、そういった日本のため沖縄のため思って活動してくださって、ジェンさんを守りきれないのは日米地位協定があるからだなと思い、一緒に活動する機会が多くありました。沖縄にも一緒に行きました。じゃあジェンさんのお話をお願いします。私は分かる人がいらっしゃいますか？分かりますか？私は沖縄人と結婚して子供が3人いる。沖縄の地位が流れています。そして本当に小さい時から私はオーストラリアに住んでいる時は日本人の友達いました。だから小さい時から箸も使ってる。日本はもう本当に愛していて、それで父親がこの弁護士に日本で来た時に本当に嬉しかった。しかし2002年で私米兵による犯罪に被害のレイプされている時は、そこの神奈川県警で助けて行った時は加害者扱いされちゃって、もう本当にショックだった。でも本当にそれ2002年で私がその米兵のよる犯罪の被害者の支援をして、あと辺野古を守るっていうのはもう本当に17年で予報でやってますので、先ほどロープさんがエアポートで空港で警察じゃなくて何かやり取りなんかあったんですけど、私は17年以上ずっと公安がついてます。私の自宅まで来る。私どっか和歌山でもこないで行った時は公安がそこにいる。そしてもう警察ですかって入って言うんですけどね、だからもしかしたら公安ここにいるかもしれないですけど、私が全然公安が怖くない。一番最初私のことをどこしてやろうとか思ったんですけど、怖かったよ。私の自宅までに来て電車に来て、だけど本当に今私全然怖くない。私悪いことしてない。そしてですね、この活動がやってる時に1年ぐらい前に私死にそうだったんですよ。30キロ痩せちゃって、30キロ痩せて血圧が70、下は44で病院行った時で、ちょっとやりすぎちゃって、さっき彼が言ってることを私と私のチーム毎回言った時は私がすごく悲しかった。私と私のチーム、私ずっと日本で一人でやりました。全部お金が私は負担かけました。支援がなかったんですよ。だけど一番最後に、まあ、私が米軍の、まあ、日本で裁判やってる時は彼逃げてしまってる時は、私が10年かけて一人で私彼見つかりましたです。その時日本の外務省に話してる時に、なんか連れ戻しなさいって言って、できません、地位協定があるから。だから私その後からもうずっと地位協定見直さないといけないの。16条のためには日本の法律を尊重してくださいって。人殺しとかレイプする人間は尊重あると思いますか？ないでしょ。だから日本の法律を従わないといけないって、ずっと私がそういう活動をやってます。だからずっと私こういう名刺がこういう名刺が持ってたんですよ。レイプが犯罪だったら地位協定見直しなさい。最近が私新しい名刺になってた。この間外務省でやり取りした時にこの漢字が分かりますか？古い漢字なんですよ。そして外務省が分からない、教えてあげましょうか。これは安全の安です。うちの中に安全できる女性がいるということは一切やってないじゃないですか。実は人間の権利は何年ぐらいからあるんでしょうかね。人間の権利はもう本当に2500年ぐらい前あるんですよ。その時は戦争 World War II の時に、これみんな希望ができるためには
人間の権利が作りました。しかし人間の権利は何個あるってみんなご存知ですか？誰も知らないでしょ。手が挙げてください。私も何百人来てみんな答えがわからない。人間の権利がさっき多分聞いたかもしれない、一人が30個ある。日本の政府と米軍はその中の第1、2、3、5、9、12、17、19、20、21の3のところが全部違反しています。それ今私全部説明するのがちょっと時間がかかりますけど、全部違反してますと。それでなんでずっとそれ続けてやってできるからということが、不思議だけじゃなくて恥です。そして私が去年で死ぬところで、私が絶対忘れない、沖縄の病院に行ったんです、その時。そして2ヶ月安静しないといけない。私は退院させてくださいで海に行ったの。そして泣きながらに私が、神様、まだ私地域協定見直してない、なんで私ここに死ぬの。そして足のところに絶対忘れないハートの形のサンゴがあったの。そしてみんなはそれ偶然でしょう。そうじゃないの。もうちょっと歩いてからもう一個あったの。もうちょっと歩いてもう一個あった。そしてもう一つがなんかあのハートの形じゃないから変な形、なんか穴が開いたので、なんか聞こえたの、郵便の中に入れて。そして入れたら、じゃあジェインさん、それが石の穴ないところは指置いて、それが自分の指で穴作れる？作るわけないでしょ。人に何か頼むときは無理はできないの。だから私もずっと20年はずっと一人で頑張った、やりました。私がやっとアメリカでそこの米軍が見つかった時に、私が彼が逃げさせたったということが分かっている時は、米軍が逃げさせたったという証拠ができている時、私自分の弁護士に、私絶対沖縄のために勝たないといけない、100円でいいですからって、彼が認めてくれれば私はお金いらない、1ドルでいいから認めてください、沖縄のためにが私犠牲できるの。弁護の費用は2000万だった。弁護士が、ジェンさん、あなた何のもの、ここまで自分の国じゃないの、なんてできるので、私が、これは世界中に二度とそういうレイプがされるとでならないように、私絶対に根絶はしたいと思います。だからじゃあ私たちもお金は取りません。弁護士、あの裁判官に聞いてきます。そして私若いじゃなくて、絶対にこれが私勝つということはやったかったの。そして裁判官は、私は勝ってもいいということで決まりました。ありがとうございます。世界で初めてだった日本の判決文が向こうでアメリカで認めました。それでその後からテイラー・スウィフトを私の真似しちゃって1ドルの判決もしましたんですね。その後いろんな女性、あの私の後から来ました、ミカ・コベヤシさんとかいろんな人がその後から出てきて、あのでも一番最初、私絶対忘れない、初めて日本でレイプの被害者をあの沈黙をやめてる時に、私沖縄で立ってたんですよ。その時、その時が、沖縄、沖縄悪くない、沖縄悪くない、私。そして私がそこのステージから降りる時は、たくさんの女性がいました。そして一人の女性は私の手を捕まって、ジェンさんありがとうって、私はどうしたんですかって言ったら、私も米兵にレイプされてるのは50年前に、そしてあなた今日が私が悪くないということを言ったら、私今日から生きていきたい。だから私がね、初めてのレイプに被害したと思ったんですよ。日本で初めてだったと思う。世界中は誰も知らない。そして私が調べ見つかったら、こんなに
さんの米兵による犯罪の被害者がいるということが、何ですかこれ、なんでどうやって政治家は夜寝てるの。だから辺野古の問題だけじゃなくてこんなにたくさんがある。ちょうど私のここに手があるの、1955年、6歳の女の子がレイプされちゃってバラバラにされちゃってゴミに捨てられちゃったの。そんなになんか私たちが沖縄人はゴミくずって思ってるの、絶対違います。そして1週間後9歳の女の子もレイプされましたよ。男性もレイプされましたよ。沖縄の気持ちが分かってほしいんですよ。方言フラが分かる人がいらっしゃいますでしょうか。方言フラ分かる人鍵で言ってるんですね。昔は沖縄人が小さい時がもし沖縄の内南口話した時はフラつけなくちゃいけなかったんですよ、こういうのは。でもし話しちゃったらトバコで火をつけてるとか叩いてるとかいろんなことしたの。だからそこのおじいちゃんとおばあちゃんたちは今はどうなってるんですか。トラウマですよ。みんながすごくそういう感じです。だから今は沖縄で暴力、離婚、学歴がすごく低い。あとはアルコール、アルコール、お酒みんな飲みすぎ。なんでっていうのはもうずっと PTSD があるの。だからちょっとどういうふうにが PTSD からちょっと見せたいなんですけど、宮本武蔵が私一番好きな侍。彼はお茶とかそういうティーセレモニーも好きだし、いろんな好きだったんですけど、彼が二点技が使える人。今日は私がその技が見せるんじゃない。見せない。PTSD はどういうことだったということがちょっと見ててください。この声でわかりますか？聞こえますか？聞こえます。米兵による犯罪の被害者になった時が一番最初のこうやってなりました。そして私、神奈川県警にいて、助けてください。これは私を助けてくれると思って、助けたんじゃないの。もう一つ入れた。こういうふうにが神奈川県警の次の件が私に入れて傷つけられました。もうセケンドレイプみたいな感じ。そして私、日本で助けてくださいということで言ったら、あなたは日本人じゃない。なんで手伝いないといけないの。沖縄は私たちも関係ないです。いろんなそういうことばっかりしか言われた。ずっと私、何十年でこうやって歩いてた。そして誰が私が助けてくれる。誰もいないの。私、自分の旦那に、子供の父親に沖縄人なんですけど、レイプされてる時に、レイプされたということを言ったらどうなりました、わかりますか。自殺未遂しました。そして母親はずっと私の苦しみを見てて、彼女の腸が爆発しちゃって人工肛門にならないといけない。私はその人工肛門ダメになった時、私が一緒に言われちゃった。指入れてくださいよ、お母さんの中に。毎日が私それしないといけない。子供も PTSD 持ってる。私、誰が私助けてくれるの、この日本の中。いないの。誰も助けてくれないの。辺野古とか沖縄、みんな、沖縄のルーチューの人がみんなこういうふうにずっと立ってるんですよ。でも私は絶対に私、この PTSD に治る。で、あとはまだ残ってるから。私がアメリカで裁判を勝っているときに自分から犠牲しました。日本が私に犠牲者にしたんですけど、で私沖縄のためには犠牲できた。その時が私はこうやって取った。絶対に負けない、絶対に勝つ。だけど本当に三本の矢ですよ。みんな、私一人でここまでに来たんだけど、本当に去年で死ぬところ。みんながどうやって元気になりましたっていうのはちょっと不思議なことなんですけど、毎日ケーキ食べた。
そしてさっきはちょっと久しぶりで私会ってる人がジェイさんがなんかちょっと太ったんじゃないのだけど幸せ、悲しいするケーキ食べてる時は楽しいないでしょ。だから毎日はケーキ食べて、だけど今度人間としてこの辺野古の問題、基地が欲しい人もいる、お金もらってる人いる、でもいらない人もいる、でも人を殺してるとか人をレイプするのはみんな反対じゃないでしょ、みんな同じ意見でしょ。だから最後に私がデニー知事に、この間は11月会いました。で私のアート一つが渡したんですけど、ここの、私の夢なんですけど、日本語でちょっと難しいかもしれない、巨大が危険に満ちた海を照らす船を正しく導くように、沖縄から日本へ、世界中へ光を輝かせみましょう。だから絶対みんなが諦めないで、沖縄のこと、あと被害者を応援してください。よろしくお願いいたします。ジェイさん、ありがとうございました。皆様も温かい拍手ありがとうございます。ジェイさんと、ジェイさんが明日、沖縄の、ピース、世界のピースを、祈って、ログ梶原の音楽と一緒に絵を描きます。また、今日お配りした中に、この4月の6日、ジェイさんにとっての、ムクの日、白の日、ムクデイオブイノセントという展覧会を一緒に企画しています。あと最後、私本は3冊しかない、あと100冊で講談社でこれで終わりになります。私の出版は講談社で、なんか他の本とかなんか売れたりとかなんていろいろあるんですけど、それで私の本は新しい本を作りますので、それであと3冊しかないんですけど、であとはT シャツがもう結構それはもし買いたい人いったら私のカンパニーになりますけど20枚しかないので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましては浅野健一より、お願いいたします。実行委員の浅野健一です。同志社大学で5年前ですね、村田浩二学長に解雇されて裁判したんですが負けまして、元同志社大学教授になりました。今回が初めてです、元同志社大学教授っていう、これまでは括弧して地域へ総長だったんですけど、ローブ梶原さんを本当に初めて、会話したのは1月14日のラジオ番組だったんですが、本当にこういうアメリカ人がいるんだとい もう衝撃を受けましたね。喜びとともに、というのは彼もですね、言いたいのは軍隊というのは人々を守らない、アメリカもハワイも日本も沖縄琉球もピープ人々を守ることはできないっていう確信ですね。だから全ての海外に、アメリカの海外にある米軍基地は直ちに撤退すべきだという考えなんです。私と同じ考えなんです。私はずっとそう思ってきたんです。もう21世紀は戦争ができないです。多くの国が核兵器持ってますけども使えないんです。脅してる道具なんです。脅しの道具を持ってる、そんなものを捨て去るべきです。でそのことを、そしてですね、ロブさんはルーツがおじいちゃんが長野県出身なんだけども、そのアイヌモシリの血を引いてる長野の信濃の方なんですね。でおばあちゃんの方がその中城琉球のですね、で今中城にも親戚の方、おじいさんおばあさん いとこがいる、たくさんいるそうです。だからで国籍はアメリカで、今日ここに来てくれたこの32歳、まだ若い
アメリカの大学でいろいろ勉強した人がですね、自分で考えて自分のルーツに向き合い、今日の彼の言葉の中でインディジニアスピープルという言葉が15回ぐらい出てきたと思うんです。先住民であるということですね。そして沖縄はずっと独立、平和を愛する独立国家だったと。そこにも戻りたいっていう気持ちに沖縄の人はなってるっていう、あるいは自治の拡大を求めるということを言ってますね。で、彼はその沖縄に対する日本の国と日本のピープルが偏見を持ってる、これすごく大事です。プレジディスっていうのはすごい言葉ですよ。きつい言葉ですよ。それを彼は何度も使ってるわけですね。日本の沖縄に対する偏見、沖縄差別、そこを言ってるんですね。だから私たちは日本国籍を持ってて、ヤマト中はですね、この呼びかけに対して本当に真剣に考えなければならないと思います。そして尾長前知事はですね、亡くなる前の数日前の記者会見で、東アジア情勢は大きく動いている、朝鮮民主人民共和国とアメリカの大統領が、委員長と大統領が会う、で今度27、28にも会いますね。また私はシンガポールの会談も取材したし、あさって25日からハノイに行って取材します。だから大きく東アジアは非戦平和の方に動いてるわけですよ。でだから辺野古基地なんかいらない、もう明らかじゃないですか。でロブさんはさらに言うのは、さらに彼は言います、安倍政権、安倍のサポーターたちがこの基地を将来日本軍の基地として使おうとしてるんだと、そう明言してます。まさにこの新基地は1950年代からアメリカが考えた基地です。だから普天間基地の代替と言ってるマスコミは全部嘘、移設先という NHK のそのニュースがフェイクなんです。全く別の基地を作ろうとしてる、そのことをロブさんは見通してはっきり言ってるわけですね。だから私たちはぼーっと生きてるわけはいかない、ぼーっと生きてるわけにはいかない、そういうことを NHK から学んで頑張りましょう。浅野健一さん、ありがとうございます。続きましては、ロブさんがアメリカでも一緒に活動しました、退役軍人の会ベテラン・フォー・ピースというグループがありますが、そちらの日本代表を務めます井筒孝夫さんにお越しいただきました。井筒さん、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ただいまご紹介に預かりましたベテランズ・フォー・ピース・ジャパンの共同代表をしております井筒孝夫といいます。ですね、今まもなくスクリーンが降りてくるんですけれども、限られた時間ですので、ちょっと早口になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。私たちベテランズ・フォー・ピース・ジャパンはアメリカのベテランズ・フォー・ピースと、共にですね、インターナショナルに連帯をしながら、反戦平和の活動を続けているんですけれども、アメリカの VFP の本部の方がロブさんなんかとですね、ロブさんやハワイの皆さんも含めてなんですけれども、全世界のですね、米軍の、これでスライドショーにすればいけると思うんですけど、出ないので、なしていきます。はい、じゃあもうこれいらないです。はい、それでですね、出なかったので、ちょっと口頭で申し上げたいと思うんですけれども、今アメリカのね、米軍というか米軍の現実的なお話から、させていただきたいと思いますが、今アメリカって男女合わせて約ですね、130万人軍人がいるんですね。でそのうち海外に800基地がアメリカっていうのを展開をしていまして、
27カ国同盟関係を結んでいます。で、軍属の方まで合わせると全世界に約45万人米軍というのは派兵してですね、派遣をして、で、まあ、あの各国と地位協定を結んで、それぞれの国とですね、まあ、その地域の安全保障政策に関わっているというのは、まあ、建前上の話です。で、私たち日本の状況はどうかと申しますと、日本では本土と沖縄と合わせると約100以上の基地があると言われています。ただ防衛白書なんかではあのきちんと数えていくと80ぐらいにとかって数は小さくなっているんですけれども、まあ、ここを基地と認めるのか基地じゃなくて施設とするのかとかって、そういう、まあ、あの住み分けを多分されているから、数字が小さくなるんだろうということがあるんですが、いずれにしてもそういう世界戦略、アメリカ戦略の中に日本も置かれていて、その中で私たちは地位協定というですね、1952年に行政協定っていう、まあ、前身があるんですけれども、その時からアメリカは極東アジアの平和のためならば日本の法令に従わなくても自由にですね、日本の本土であれ沖縄であれですね、空も海もまた陸もですね、使いたい放題にできるんだというのが今の現状の地域というのを、まあ、なんていうんでしょうね、あの取っかかりというかですね、スタートなんですね。で、つまり1952年からですね、今日に至るまで歴代政権というのは一度民主党政権にあの政権交代ありましたが、地位協定に関しては一切アメリカと、まあ、一切とは言いませんけれども、しっかりとですね、改善に向けた改定の協議というのをしてこなかったというのが現実なわけです。で、今回のこの辺野古の問題しかりなんですけれども、辺野古もですね、実は今日もあのお話の中であのあったと思うんですが、普天間飛行場を返還する条件というのは辺野古を作っただけでは終わらない。辺野古は1800メートルの V 字滑走路なんですが、まあ、戦闘機とか輸送機というのは2700メートル以上のですね、直線の滑走路が必要になるということなんですね。ですからその条件に見合うためにはというので、すでに確定しているのが航空自衛隊の基地宮崎と、それからもう一箇所がちょっと今ど忘れしちゃいましたが、九州で2箇所航空自衛隊 の、まあ、基地をですね、米軍に提供するということが決まっています。で、もう一つ民間あの空港の使用もアメリカが、まあ、リクエストを出して、日本が、まあ、それにいいよというような中で多分交渉は進むと思うんですが、アメリカが求めているのは那覇空港です。今もあの米軍と自衛隊の共同使用もしてるんですが、それに対して尾長さんもデニーさんもですね、まあ、共同使用に対してはあのアメリカに提供するということに対してはノーという立場でいるんですが、こうした、まあ、これだけではないんですけれども、諸条件が全て整った時点で初めて普天間の返還というのが、まあ、確定すると。そうでなければアメリカは引き続き普天間を使用するということも、まあ、これまた現実的にはあり得るというのがこの辺野古5つの問題なんですね。で、しかもですね、沖縄の基地負担軽減だというならば、沖縄県内でですよ、わずかですね、普天間飛行場から40キロ北上するだけで新たな基地をですね、建設して、それをもって沖縄の負担軽減というのは、私はいくらなんでもですね、無茶がありすぎるだろうと。で、この国は主権国家ですから、法治国家ですから、やっぱり日本国民を優先してですね、米軍あのアメリカとのですね、交渉をしていただきたいなというふうに思っています。で、具体的には賛否あると思うんですけれども、私自身は日米安保を肯定する選挙区のかつ安全保障関連法制に賛成をした国会議員の選挙区からまず該当地域を選定して、そして沖縄から本土が引き受けるというですね、こうした外交交渉ですね、あるいは政治家に対してはそのですね、自分の今の安全保障政策にですね、ロブさんが体を張ってですね、こうやって行動を起こしているように、まあ、今の政治家に体を張ってですね、沖縄の基地負担軽減というのを体現していただきたいなということを申し上げまして、最後ですね、もう終わります。47プロジェクト、日米地位協定の改善を求める、何ですか、あの改善を求める会のですね、私はあの中呼びかけ人みたいなあの立場かと思ったら、今日鈴木邦夫さんもいらっしゃるんですが、顧問なんですよね。顧問にあの孫坂ゆけるさんやですね、まあ、そうそうたるあの大先輩方と一緒に、日米地位協定改善に向けてこう
声を出していきたいと思います。終わります。ありがとうございました。井筒さん、本当にありがとうございます。ここで皆様にお知らせがございます。私たちの企画に対してクイーンのブライアン・メイシがコメントを寄せていただきました。ですね、このコメントをいただくのにジェーン・フィッシャーさんがイギリスのブライアン・メイさんの事務所に何度もお電話をして E メールを書いて、書簡を送ってくれました。こういったメッセージが来ております。誠に多忙なので、なかなか本人から、直接書いてということは難しい、新しく書いては難しかったけど、僕の思いは今までの、Twitter などの SNS で書いた通りだと。そして、私たちは、We wish you every success with your work。 私はあなたたちの今日のこのロブ・カジュワラが来日するイベントに対して、賛同すると。そしてあなたたちは、あなたたちの仕事は必ず成功しなければならないというロックなメッセージをいただきました。ブライアン・メイ、ありがとう。大好きです。そしてジェンさん、本当に何度も交渉していただいてありがとうございます。続きまして、皆様に、もう一方、コメントをお願いします。バクロステレビキャスターの平山秀義さんです。実は平山さん、ステージの方にお願いいたします。平山さん、アメリカで、国際ニュース番組なども担当しております。またですね、平山キャスターの大叔父が川島翔二郎になります。川島翔二郎氏は、沖縄の返還を、密約について、協議をしていた時代の副総理でございます。またそういった背景を持つ平山から、コメントを寄せ、お願い、コメントをいただきますので、平山さん、お願いいたします。はい、皆さん、こんにちは、平山秀吉と申します。今日実はロブさんとか、キャサリンさんの話を聞いて、僕はその珊瑚礁の話とかもっと濃いのかなと思ったんですが、お二方ともやはり沖縄のその、まあ、地位協定の問題であったり、まあ、根っこは日米安保条約というものになるんですね。で、まあ、あれから59年ぐらい経ってるんですけれども、実は私の、まあ、王子、まあ、おばあちゃんの弟なんですけれども、当時は岸政権で幹事長をしておりました。で、沖縄返還については1972年ですが、実は1968年に、これは実はアメリカの公文書で数年前に出たんですが、要するに日本人もあまり知られていないことで、1968年にうちの王子が政府専用機で行って、まあ、ある意味社会で言われている密約というものをしてきています。で、それは核兵器にも関係しています。核兵器をどう扱っていくかということですね。で、当時は沖縄に1000発ぐらい核兵器が本島に向かって、日本に向かって、沖縄から鹿児島に向かって核兵器がありましたので、それを全部撤去するかどうかということを最終的に話し合いをしていました。1968年、1972年に、沖縄が返還されるんですが、その密約は、まあ、ギリギリ当時戻すための作業だったんですけれども、まあ、今私がここに立っている理由というのは、私はある程度知ってますので、まあ、今の外務省の方は皆さんご存じないことがおそらくあると思います。おそらく密約というのはそうなんだろうと思いますし、文書に残さないものでもあります。ですから、もうあれから59年経って、まあ、日本とアメリカの関係を変えたいと思うんだったら、自民党を批判しても無理です。うちは自民党を作るところからやってますから。そうではなくて、皆さんが立ち上がるべきなんです。皆さんが立ち上がって、今安倍政権2600万人ぐらい支持があるんです。で、うちのおじは岸さんの時幹事長、弟さんの佐藤栄作さんの時副総裁です。で、その人間ここに立ってるんですよ、ね、だから自民党批判しても無理です。分かってます。だから皆さんが立ち上がって、2600万人以上集まったら変えることができるんですよ。で、日米安保条約というのは破棄できますから。できます。作った時にそういうふうに約束してるわけだから、破棄はできるんです。皆さんが本気だったらですよ。ただ皆さんが本気じゃないから自民党を超えることができないわけじゃないですか。だから僕はそれを、本気なんだったら皆さんが自民党批判するんじゃなくて、2600万人集めてください。で、僕は別にお話してもいいです。 CIA と話してもいい。だって密約したんだから、アメリカにとって都合が悪いからです。本当の話をすればいい。だから交渉に乗らざるを得ないでしょ。で、今日まさに
トランプ大統領が宇宙軍というのを創設する署名したのご存知ですか？報道で出てます。冗談じゃないです。帰ってみてください。宇宙軍というのはこれからアメリカが作ります。約70億円ぐらいの予算かかります。で、日本にも求めてくるでしょう。当然です。安全保障条約がありますから。皆さん、そんなことこれからも進めていいんですか？自民党の批判だけして、皆さんが時間経ってていいんですか？僕は冗談と言ってません。やってきた一族ですから。中を知ってます。なので、ぜひ皆さん、2600万人集めてほしいです。やるなら、文句言ってもしょうがないので、やりましょう。と僕は思って今日来ました。で、まあ、ネットではバグロス TV というのをやってるんですけれども、あと、まあ、チーム2600万人というのをちょっと僕立ち上げてまして、よければ、またまあ、いろいろチラシも少し今日入れさせてもらってるんですが、集まって、新しい政権を作っていくということを、まあ、目指していくんであれば、僕も皆さんと一緒に歩きますし、当時の本当の話をしても構わないかなというふうには思っております。はい、じゃあちょっと短い時間でございましたが、ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございます。はい、ケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。続きましては一水会最高顧問の鈴木邦夫先生にお話をいただきます。またですね、会場にいらしていただいているということを聞いているんですが、本日寺西俊一先生はいらっしゃるんでしょうか？来ておられないですか？わかりました。では、鈴木邦夫、さんより、激励のメッセージをお願いいたします。大丈夫ですか？こんにちは、鈴木邦夫です。いやー、僕はいろいろアメリカのことを沖縄のことを考えてまして、果たしてアメリカは日本の良き隣人なのかどうか疑問だったんですね。それで信じてるのは多分安倍首相ぐらいでしょう。だってトランプが何か言ったらすぐ排外主義的なことだけを安倍さんは10倍も20倍も大きくして言ってますよね。だからそういうので利用されてるだけであって、僕はその日本とアメリカの関係ってのはちょっとおかしいんじゃないかと思ってたんです。で、本当の隣人なんかいないんじゃないかと。ところが今日ここに来てびっくりしましたね。ロブさんとか岸田さんとかあるいは日本人よりもちょっと沖縄のことを考えてる。そうでしょう。だってなかなかあんなことまで知らないですよね。実はね、僕が学生時代からその沖縄に何度も何度も行ってますけども、知らなかったですね。で、そのロブさんのようにきちんと法律の沖縄のことを考えてくれて、それで日本のために日本を愛し沖縄を愛している人がいるんだと思って今日は驚いたし、驚きましたし、非常に感動しました。またこういう集会をやってくれた田中さんに対しても非常に感動して感謝したいと思ってます。なかなかこういうことできないですね。それでこういう人が集まって話を聞いて、だから日本とアメリカだってもっとした形でこの強固な連帯ができると思うんですね。やはりどうしてもこう日本とアメリカっていうのは、日本アメリカ韓国中華とかで、ね、ロシアやまた中国に対して朝鮮に対して反対するためのそういう同盟を作るんだと、そういう方向ばっかり言ってますけども、そういうふうにその対抗するだけじゃなくて、はい、わかりました、お互い愛国に基づいた上でのそういったことができるような感じがしまして、非常に今日は新鮮でした。ありがとうございました。先生、今日ね、本当に具合悪いのに、こうやってわざわざ来てくれたんです。沖縄の問題は、俺の問題でもあるということで、きちんと話してくれて、だから、プログラムにも負けてないんです。だけど、本当に話してくれました。どうも、こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございます。そして、今日、
この、イベント、明日、今日明日、ロブを招いてのイベントの、立役者、一番最初にロブに声をかけてくれた増山玲奈ちゃん、映画監督ですけど、ジャーナリスト、お客さん、いろいろやってますけど、彼女が、火をつけて、この沖縄の問題に取り組もうと。で、今ね、ネット見ると、すごい誹謗中傷、このイベント、俺がね、4月に桜祭りやった時もね、そうだったんだけど、誹謗中傷、そこだったんですけど、負けないですよ。レナちゃん、どうぞ。ありがとうございます。私が、このロブ梶原さんとですね、1月14日に市川うらら FM のレギュラー番組の増山玲奈のドラゴンジャーナルというところで対談をしたところから本企画が始まりました。また沖縄のこと、前さんが戦ってこられた人権侵害、女性の問題のこと、とても、深く、以前から取り組んでおりました。私が監督しました貞子の鶴、地球をつなぐという映画がありまして、ぜひロブに見てほしくて、英語字幕版なんでロブも見てください。先ほど広島、長崎のことをロブが言ってくださいました。私は、この貴重なお時間いただきまして、ちょっと作品紹介させていただきますね。これは広島、長崎の被爆者折り鶴の貞子さんが現代によみがえるストーリーです。チビさんが連れて行ってくれた辺野古では、新しい基地が作られようとしていました。70年前、日本で唯一の地上戦を体験した沖縄では、多くの人たちが反対の声を上げていました。なぜなら中学高校から民主主義の実践を地方自治であるんだということがあれば、地方自治の在り方を一切無視して、政府を雨の折れることは危険だと言います。私が演じさせているところがジュゴンのエサバー、ジュゴンの食堂、物語アロザンゴのがたくさんあったり、真正面にああいう形で煙突みたいのがあるんですけど、あそこに今ボーリング調査の準備を今進めてる。船長、ボーリング調査って何ですか？基地を作るために、この海がどんな状況なのか、岩盤に、杭を打ち込んで調査をして、つまり基地を作るための準備なんで、私たちはそういう調査はやめてほしいと、こういうことをしています。ボーリング調査するとサンゴがどうなっちゃうんですか？はい、この部位を作るために大きな45トンというコンクリートを海の底に沈めたんですけど、サンゴを潰してしまった。海の豊かさを破壊する行為で、綺麗な美しい魚も全部潰されていく。おはようございます。ご苦労さん。海上保安庁は海を守る仕事なんだけど、残念ながら彼らは今海を潰そうという、やりたくないけどね、海保の皆さんやってるんでしょ。どうして海を守るのが仕事なのに基地を作ろうとしてるんですか？聞いてるから答えてください。なんで戦争から70年も経ってるのにまだアメリカの基地があるんですか？制限区域の海は誰のものなんですか？今作品、
山城博司さんにも出ていただいたり、海上保安庁の皆様も、ドキュメンタリーという形で、貞子役の、少女と福島の少年真珠役の少年が実際に辺野古の、船に乗せていただいて、そこで起こったことを描いています。なんで戦争から70年以上経ってるのにまだアメリカの基地があるんですかと被爆者の少女が叫ぶんです。私も本当にそう思うんです。なんでなんですか。アメリカから原爆が落とされて私たちは焼け野原になって豊かだと言われて世界の経済大国になって、でもその間もずっと沖縄の人たちを踏みにじっていて、そしてまだ21世紀ですよ、民主主義国ですよ、独立国なのになんでまだ基地があって、しかも新設しようとして、皆さんに見ていただいた通り現場にも取材何度も行きました。本当に羽交い締めしてこんな風になって人々が無理やり暴力的に剥がされていくんです。それを見た時カメラを回しながら心が震えました。どうしてこんなことが起こってるの、今も辺野古で起こり続けてるの。こういうことを現地を取材した一人の人間として、皆さんに、伝えたいかなと思いました。私の報告、貴重なお時間いただきました、こちらはありがとうございます、こちらの映画は被爆者の方々が裸にされながらモルモットになっていったというところも初めて、世界で初めて ABCC のシーンもドラマ化しています。ほとんどがリアルな証言をもとにした物語です。子どもたちの目線で戦争を考えられるストーリーです。今日私できたらジェンさんにもお礼をお支払いしたいし、会をもっと、この運動を広げていきたい。なのでこの作品の売り上げをこれからの今回の活動費にするということで DVD も持ってきていますので、普段より安く半額の2000円でよかったら買ってください。私主催者なのに喋ってしまって恐縮でしたがこういう形で沖縄と向き合いながら作品を作っていきました。というわけで、今日はどうもありがとうございます。時間が押しちゃってバタバタして本当に申し訳なかったです。今日これからこの裏にあるこの裏にあるサイゼリアで懇親会やるんで、もし顔を出せる方がいらっしゃったらロブと一緒に語り合っていただけたらと思います。どうもありがとうございました。Thank you all so much for coming and for your support for Okinawa. I have here copies of both my CD and my book. So this is for the book. The book is actually not officially released yet. So these are actually advanced copies of the book. てください本当にありがとうございました。今日私 CD とですね、本を持ってきました。この本はまだ公式には出版されていません。ですからこういう形で作ったもの先行的に今日持ってきました。 So the actual book will be hardcover. 実際の本はハードカバーですね。厚い表紙の本で出版されます。But unfortunately, it wasn't going to be ready in time for me to bring here to Tokyo. 今回東京に来るのに間に合わなかったんですが、こういう形で持ってきました。So instead, I only brought 30 of these pre-release copies of the book. 出版前の本として、30部持ってきました。And so anyway, both the book and the CD are available. And like I said, the proceeds go to help Okinawa to allow us to do things like lobby the U.S. government as well as the United Nations. もし買っていただければそのお金はアメリカの議会の人たちに訴えたりするそういうロビー活動に使わせてもらいますので、募金という形でお願いしたい。 So it's they're both available for donation. So you can choose how much you would like to.値段は皆さん自分で決めていただきたい。できるだけ高い時期にしたい。So there's no pressure, but
So we are recommending at least 2,000 yen for the book in order to cover the cost. 2,000 円ダメとかなという形でお願いいたします。よろしくお願いします。で、あの最後に市民運動はね、最近ちょっと元気ないです、俺もあさってまた入院するんですけど、みんなで元気出して世の中変えましょうよ。ありがとうございました。ありがとうございました。確かに全員撤去って元通りで返さないと次借りれないんで、速やかにご退場お願いします。ありがとうございました。また明日2月21日ロブ梶原沖縄コンサート、参加されたい方は2000円チケット代払っていただけましたら、明日受付いたしますのでよろしくお願いします。また懇親会があります。